んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは、働かされるのは大切にされていない証拠をやめるです。子供の頃、あなたはお母さんに用事を言いつけられませんでしたか？あなたが第二子で長女の場合、お母さんはお兄ちゃんにはテーブルを片付けろと言わないのに、自分には言うということがあったかもしれません。するとあなたは納得がいかずに、どうしてお兄ちゃんはしなくていいの？お兄ちゃんの方が大切なの？と思ったかもしれません。本当はそうではないんです。男の子は家事を言いつけるとちゃんとやらなかったり、うるさく抵抗したりするので、お母さんはそれが面倒くさくて女の子を頼ります。それは女の子の方を自分の味方だと感じているので、この子ならやってくれるという信頼感からなんです。いわば自分により近い存在と感じているんですね。つまりより愛していると言えると思います。これは学校などでも同じですね。よくできる子ほど先生は信頼するので、用事を言いつけます。それと同じで、母親が娘に仕事を頼むのは信頼の証なんです。でもそれが女の子には伝わらないんですね。お兄ちゃんの方が大切にしているからだと思い込み、男女差別だと感じたり、そして娘はお母さんを恨むことになったりします。でもやはりお母さんとしては息子より娘の方が近い存在なんですよ。このように子供の頃から親に使われると、実は大人になってからとても得することがあります。自分では他人と比較できないのでわからないんですが、まず家事をすることにそれほど抵抗がないので、ストレスが少ないんです。これは大きなアドバンテージになります。一人暮らしの時や特に働く主婦になった時に、スムーズに家事と仕事が両立できるので、かなりお得なんです。でもこの間違った信じ込みがあるきっかけで強く戻ってくることがあります。例えば嫁として家業を手伝う時とか、夫の収入が少なくて働く時とかです。夫の妹や弟の嫁などと比較して、自分ばかり働かされる、それは夫や姑にとって自分が大切じゃないからだと思って、鬱っぽくなったり、体調不良になって腰が痛いなどということになったりします。ですからこれを外しましょう。働くことは自分を高める素晴らしいことなんだということを子供脳に教えましょう。いつものように目を閉じて、自分を6歳の子供だと思ってください。そこへ大人の自分がやってきて、あなたに話しかけます。あなたはお母さんに用事を言いつけられて嫌だったよね。大切にされていない証拠だと思っているよね。だからできるだけやりたくないんだよね。でもお母さんが怒るから、いやいや手伝っていたんだよね。こんなの差別だ。お母さんは私のこと嫌いだから私に用事を言いつけるんだって思ったね。かわいそうにね。そしてあなたはお母さんをずっと恨んでいたよね。そして働くことは大切にされていないことになってしまって、働かない人はそれだけお母さんに大切にされている人だと思い込んでしまったよね。大人の自分はそれで困っているよ。働くことは大切にされていないことだと思い込むから、だんだんと仕事が辛いことになってしまったんだよ。無理に働こうとすると体調は悪くなるし、毎日辛い、困ったね。
あなたは勘違いしたんだよ。自分がテレビを見ていたり勉強したりしていた時に邪魔されて嫌なことだと感じてお母さんを恨んだかもしれないけど、あなたはとても良いことをしていたんだよ。働くことはとても素晴らしいことなんだよ。立派な大人である証明なんだよ。お母さんがあなたに用事を言いつけたのは、あなたを自分の仲間だと思っていたからなんだよ。あなたに言えばちゃんとやってくれる。あなたはお母さんの味方だから手伝ってくれるってお母さんは思っていたんだよ。あなたはお母さんの信頼を得ていたんだよ。そのおかげであなたは子供の頃から働く訓練ができたね。だからあなたは本当は誰よりも仕事が上手で、家事も仕事もスイスイできる能力を持っているんだよ。そういう能力を身につけたんだよ。あなたは周りの人に求められているんだよ。大切にされているんだよ。みんなあなたの能力が必要なんだよ。だから誇らしくしていなさい。子供の頃から働いてきたということを誇りに思いなさい。だから生き生きと仕事をしようね。そのために体をきちんと整えようね。働いてくれた体をもっと愛そうね。できるよ。あなたは子供の頃からやってきたから素晴らしい働き手なんだよ。それはとても価値あることなんだよ。大人の自分はそんなあなたをとても誇らしく思っているよ。今までありがとう。これからも頑張ろうね。そして素晴らしい未来を作ろうね。あなたが大好きだよ。